玄米茶玄米茶は緑茶といった米を同量ずつ混ぜたものである。緑茶、日本茶の一種。茶葉は強火で加熱し、米は蒸してからいって狐色になるか、はぜてポップコーン状になったものを使う。戦前に京都の茶匠が鏡開きの時に出る餅くずをもったいないと考え、これをいって茶葉に混ぜたとする説や。 炊飯後に釜についたカリカリの飯粒をお茶に入れたなど、始まりには、諸説ある。京都創業の複数の生茶会社が、大正時代にそれぞれ花柳、花やなぎ、茶として販売したのが、玄米茶の始まりだと主張している。日本茶としては、番茶やほうじ茶と同意に位置づけられる。あっさりとしており、香ばしい香りと味が特徴。玄米茶の品質は、 茶葉よりも米の質に左右される。香ばしさは混ぜた米よりも、きつね色のいった米の方から出る。従って、香車を使ったものが高級とされる。緑茶には、番茶や、まれに、煎茶、米には、もち米が用いられることが多く、食塩や抹茶、黒豆等を少量加えたものもある。入れる時には、沸騰した湯で短時間で抽出するのがコツである。 時間をかけると、タンニンが出て、渋くなる。玄米茶向けの入り米みを製造するメーカーによると、玄米茶用の入り米の注文のうち、9割は、精米を使うよう依頼されるという。ただし、食用の精米のように真っ白にせず、30%から80%などの割合で、ぬかが取り除かれる。また、餅くずや乾いた飯粒を湯飲みに入れたことが、 玄米茶の始まりという説があり、玄米茶の講師から玄米は使われてなかったとみられる。現在でも玄米を用いるメーカーは少ない。毎日新聞によると市販製品の原材料欄は、米と書いているメーカーが多く、玄米と書いているメーカーが2社あり、その中1社は実際は、精米を使っており、もう1社だけ100%玄米を使っていた。文部科学省。 日本食品標準成分表2015年版、ハット ABCD、玄米茶には玄米が入っていない。ルーツをたどって見えてきたその理由壁水塩、碧水園、宝来堂茶穂の公式 HP より、ありがとうございます。